白楽は、中国春秋時代の人物。姓は孫、名は日、白楽は味。国の人。馬が良馬か否かを見抜く技術に優れていた。真の牧校に仕えた。馬の育成に功労があったため、静粛の一つで天馬の新鮮である。白楽にちなんで、白楽将軍の名を与えられた。著書に、白楽相馬行などがある。馬が良馬か否かを見抜く技術に優れていた。 また、長教師や獣医としての技術も持っていた。後世の東アジアにおいては、これらの技術の達人の代名詞として、白楽の名前が用いられる。例えば、半彦などの諸子百科では、主にたとえ話におけるたとえとして、白楽の名前や逸話が頻繁に言及される。または、東大の勘誘、雑説に由来する、ことわざ、世に白楽あり、叱る後に、千里の馬あり。 地里の馬は常に、あれども白落は常にはあらずなどでも知られる。現代のスポーツ、コーチング、教育全般において、後進の育成に優れた指導者のことを、明白落と呼ぶこともある。関連人物として、横領や作り父といった馬車の運転の達人がいる。ctext.org、人物検索、白落中国哲学書電子化計画。ありがとうございます。